プレーボール大分の高っち親方です。第93回選抜高校野球9日目、いよいよ準々決勝です。ベスト8が出揃いました。そして今日、ベスト4も決定いたしました。いやー、もうヒヤ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 のヒヤヒヨガンとか言って尺稼いでますけれども、ヒヤヒヤドキドキもありね、思った以上になんか正直点差がついた今日はそんな一日だったかなと。そしてホームランも出て、こう点が動いた、そんなベスト4、失礼しました、ベスト4を争う戦いとなりました。まあいつも通り、あまりほとんど、見てません。テキスト速報ばっかしですけれども、私なりの、簡単な、感想をご紹介いたします。さあ9日目ですが、今日はですね4試合、ベスト8全部出て1日でですねベスト4を決めました。まず第1試合、ですね、東北宮城の仙台育英と近畿奈良の天理でございますが、10-3で天理が勝ちました。やはりこの天理はですね優勝候補なんですけれども、ただ仙台育英もまあ優勝候補で、正直結構引き締まった5-3とかですね、まあ僅差の戦いになると思いきや、天理が半端ないね。まあ天理のですねまず立投手、今回もですね好投いたしまして、まあ仙台育英の打線を抑えました。で仙台育英はですね、ピッチャー2枚看板ですけれども、天理打線をやっぱり抑えるというのは難しかったようでございます。まあ立投手もずっと連戦で投げてますけれども、相変わらず好調ですし、まあなんかいわゆるある、まあ、評価では、まあ、立投手頼みというところもありましたが、今回は打撃もですね活躍して、これはねかなり強い、天理だなというふうに感じております。第2試合、関東の神奈川東海大相模と九州福岡大大濠の試合は8-0で東海大相模が勝利いたしました。まあどちらもですね接戦を甲子園でですね勝ち上がっていたチームですので、まあ個人的には、まあ、九州応援大濠応援しつつも、やはり相模が強いだろうなと思ってましたが、ここまで正直点差が開くとは思っておりませんでした。まあ福岡大大濠でちょっと毛利くんもですねなんか手に豆ができたかなんかでちょっと登板が遅くなったんですけれども、なかなかこの相模はですね、もう歴代、まあ個人的ですよ、門馬監督の野球っていうのはもうバッティングとで走力もこうちょっとタフなですね、どんどん攻めてくる野球というイメージですけれども、まさにこの上位に来てですね、その打線が発揮されましたですね。まあ大濠をこれ止めたかったですけれども、ここですね相模に軍配が上がりましたね。結構やっぱ見応えのある、点を取るとやっぱりこう相模はどんどん乗ってきますからですね、その強さというのをちょっと今感じております。さあ注目の、私個人的には大注目の第3試合、九州大分明豊と近畿奈良智弁学園の対決、結果はですね6-4で明豊が勝利いたしました。2大会連続のベスト4おめでとう。いやー、まあ今日はですね全体的にこう準々決勝で差がついたなという試合の中で、この試合再三試合だけはかなりヒヤヒヤしましたよ。ほんと毎度明豊の甲子園でのお家芸劇場ですね、一方的に勝つのではなく、最後の最後までこの試合がねどちらに転ぶかわからない、そんな粘りっこい野球をされます。まあ智弁学園ですね、まあ個人的にはちょっと正直ちょっと明豊負ける可能性高いかなと思ってました。近畿大会王者でもう優勝候補の筆頭ですよね、ピッチャー陣もいいですし、その、まあ、前川投手というですね、あ、選手という、バッティングスラッガーもいてですね、そこの対策はどうなるかというところも見ものでしたが、まあ、序盤でですね、
いきなり、まあ、先頭打者ゆきくんが初回一発目からホームランを入れるなどですね、5対0でですね、前半戦は折り返してたんですよ。ただ、まあ、私個人的に、まあ、思ってましたけど、多分5対0このまま明豊がね素直に勝利に行くとはやはりちょっと思ってませんでした。不安も強かったです。まあそこは劇場型の明豊でもございますし、その前回のですね東海大菅生と、京都国際のようにですね9回の土壇場で3点を取って一気にさよなら逆転という、そういう高校野球の怖さ面白さというのも、まあ、体感したばかりですから、やはりそので智弁もこのままじゃ負けられないと、バッティングもいいですし、ね、やっぱ前川選手ですね、もう怖いですよ。結果的にはこうゲッツーとかでですね抑えたんですけれども、やはり、結構危なかったですね。こう一つはですね、やはりちょっと、まあ、明豊の課題でございますけれども、この投手陣のコントロール制球力というのがちょっとムラがあるなと感じております。特にこうランナーを背負うと、連続フォアボールで、そして押し出しで1点を与えて、なおも満塁1打であれば逆転という怖い場面がやっぱですね出ます。ここのこの制球力がですね、まあ、ちょっと試合見てないんで分からないんですが、審判が厳しかったのか、まあ、そもそもやっぱりこうワンバウンドとかこうボールが外れてしまうのか分からないんですけれども、この明豊の制球力というのがちょっと今回は苦しい方に出ましたね。それで後半まあ4点ね、取られまして、あわや危ないところをレフトの阿南くんがフェンス直撃でダイビングキャッチしたという、あの守備のですねもう頑張り、あれがもう結局勝負分けましたね。まあその後にですね最後1点取ってですね、で最後も危なかったんですけれども、まあ、内野ゴロに抑えてこの優勝候補智弁学園を破ったというのは本当にすごいですね。近畿勢のレベルが高いですね、近畿勢3連戦を明豊が、もう接戦を勝ち抜いた、きました。もうやはりですねこの守備の粘り、かなりですね、まあ、ちょっと投手陣は課題がありますけど守備はいいですし、でやはり打撃もですねこう一発も結構やっぱ出ますし、連打もつながるのでですね、そこら辺はあとはピッチャーの課題かなと、今後あえてねダメ出しするならば、まあ、そこはもう選手の皆さんもお分かりでしょうけれども、それがいくといよいよてっぺんも見えてくるのかなと思いますが、ただ智弁も強いですし、まあ調べると大分と奈良勢っていうのは、まあ、大分は本当奈良勢が苦手でして、まあ、今回初めて、智弁学園と対戦しましたが、今まではずっと天理と当たって1勝3敗かなんかそのくらいだったんですかね。とにかく勝てない。2005年の春メジャーリーグ行きました、山口俊投手率いる柳ヶ浦ですね、秋の大会ね神宮で優勝して日本一になった、その翌春にですね最初に甲子園で当たったのが奈良天理高校、その時は4対0でですね柳ヶ浦敗れましたね。結構苦いトラウマもあります。余談ですけど、山口投手ですね、甲子園行く前に、私の地元のですね球場に近くの球場でも練習されましたというのが、まあ、一つ下の代なんですけれども、山口俊選手と一緒にですね同級生が、まあ、私の一つ下の後輩がですね、2人柳ヶ浦高校行きまして、うち一人はですね一緒に甲子園先発でも出てました。まあだから本当奈良県勢とですね相性を置いて悪かったんですけれども、まあ明豊が新しい歴史を作ったということで、まあこれは本当に大分県民としては嬉しい限りでございます。そして、第4試合ですね、東京の東海大菅生と東海ですね愛知の中京大中京の対決ですが、6対0で中京大中京が勝利いたしました。いやもうもうこちらもですね優勝候補対決でですね、まあなんかそれこそ3対1とか、まあ5対2とか3とか結構引き締まった試合になると思いきや、一方的な試合となりましたね。まあ初回に中京大中京ですね、相手のこの、まあ本田投手ですね、東海大菅生を出してきたんですけれども、ノーヒットで、まあ守備のエラーなどもあってですね、ノーヒットで先取点取って、もうそっから勢いに乗った、
もうこの勝負の波あやをつかんだところで、まあ、横綱相撲をしたのかなと、まあ、特にあの大会注目の、ね、黒柳投手も今回も好投しております。球数も心配なところですが、おそらく準決勝、まあ、次明豊と当たるんですけれども、そこまでは大丈夫だなというところで、まあピッチャー投手力もいいですし、やっぱり中京大中京側はですね、打線も良くて、まあ注目のですね、素顔のエース本田投手をもう最初から打ち崩してたのかなというふうな、まあ結果を見る限りはですね、そのような印象がします。いや、かなり、中京大中京も強いイメージでございます。ということでですね、ベスト4に進んだのは天理、東海大相模、明豊、中京大中京の、4チームでございます。さあ、10日目はですね、準決勝でございます。いよいよですね、もうほんと終盤戦に差し掛かります。まあ1日休養日を挟んでから、準決勝行われます。第1試合が、奈良の天理と神奈川の東海大相模ですね。そして、第2試合が大分明豊と愛知中京大中京の戦いです。まあ第一試合、どちらももう昭和の時代からの名門でございますよ。まあ天理はですね、やはり立つ投手の出来、これにかかってますね。それに東海大相模のですね、上向きの打線、この対決が楽しみですね。まあどちらかあえて私がですね、勝敗を決めるならば、おそらく天理が勝ちそうな気がします。やはりあの立つ投手のまず出来ですけれども、まあ、今日の試合見る限りあのですね、まあ結果だけですけれども、こう打撃もですねありますので、決してこうワンマンではなくて、そしてこう両投打にともにですね整っておりますので、まあ、東海大相模がですね、あとこの持ち前の打線でどう攻略していくのかねというところも楽しみでございます。で、続きまして第2試合、明豊対中京大中京ですね。こちら、まあまずはですね、こちらも投手力のもう戦いに私はなると思っております。やはり中京大中京の黒柳投手、これはもうかなりですね手強い相手でございます。まあ個人的なですね、まあ希望、それも地元びいきすれば、もう大分明豊を勝ってほしいですよね。2年前のベスト4を超えても決勝てっぺんまで行ってほしいところではございます。ただあえて地元びいきをなくして、冷静に、まあ客観的にあくまでも私自身が考えるとすれば、やはり中京大中京がに今部があるときは強いかなと思ってます。おそらくまあ5対2で中京大中京が勝つのではないかなと予想してますが、それを覆してほしいですね。まあ一つですね、明豊のやはりですね、持ち味というか、まあそのピッチャーなんですけれども、まあまずですね、市立和歌山のような小園投手のように好投手相手にはですね、意外とあの明豊は健闘して結構勝ちます。あの過去にも紹介しましたし、ね、2年前も平安とか札幌大谷とかをで倒して言いつつも、ただまあ当たり前の話ですよ、好投手勝ったとしても結局明豊は2点とかぐらいしか取れないんですね。本当ロースコア2対1で勝つような引き締まった投手戦で競り勝つというイメージです。で、一つ、まあ、明豊、まあ、今回も黒柳投手、まあ、勝ってたとしても多分2点3点取れるかどうかなというところの、私まず明豊の打撃は見ています。で、心配なのは明豊のピッチャーのコントロールですね。やはりここはもう未だに課題ですけれども、結局まあ、あの2点仮に取っても、やはりこう中京大中京ね、今日も打撃好調ですし、このまあ明豊のピッチャー陣のちょっと制球力が定まらないと、いわゆるちょっと自滅のパターンになるのかなというのが怖いですね。要はあの失点覚悟、失点はするだろうなと私は見てます。まあこれ裏切ってほしいんですよ、完封とかねしてほしいんですけれども、で結局も序盤から多分 1,2 点取って、中盤でちょっと5点ぐらい取られて、もう突き放されて、まあなんとか明豊取っても2点ぐらいかな、なんかよく2年前のこう習志野みたいに、ちょっと途中からもうちょっと追いつくの厳しいかなという、ゲームに合いそうなんですけれども、ただあの明豊、あのここはやっぱり粘りもありますし、あのバッティングもなんだかんだでホームラン打てる力もありますし、あのね、長打も出ますので、
まあ、一つこのピッチャー明豊のですねピッチャー陣がコントロールよく自信持っていけば、中京大中京に2対3とかで敗れそうな気もしますので、まあ、あくまでも私の個人的な感覚ですので、まあ、様々ね意見はございましょうけれども、まあ、参考までにしていただければ幸いです。まあ、いずれも面白い4チーム揃いました。まあ、西日本と東日本いい感じで揃っておりますので、まずですね いちいち休養を挟みますので、まあ辰投手とか、ですね、黒柳投手とかいった投手陣、ね、エースも絶対的エースがですね休養もしつつ臨みますので、結構ね強さを発揮すると思いますし、ね、東海大相模の打線、そして大分はその系統ですね、逆に言えば長い目で見れば決勝など踏まえると球数とか体調的には結構明豊は有利になりますので、面白い戦いをですね、まあ、怪我がないように、そして白熱するしびれる試合みたいですね。まあ、本当は明豊だけは、ね、心安らかに勝ってほしいところもあるんですけれども、まあ、甲子園それがね、一つに縄でいかないところが面白いですので、準決勝これも注目でございます。それでは以上ですね、準々決勝の、結果と、準決勝の、まあ、個人的な見どころについてご紹介いたしました。今回もですね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。よろしければいいねボタン、そして高評価ですね、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。1000名までもね、とりあえず1000名いきたいのですので、あと180ぐらいですかね、よろしくお願いいたします。それではまた、ゲームセット。